さあ、再び繋ぎ状態か。繋ぎ状態ですね。
ブレイクカウンセンシラー、いいですか。ちょっと今、ここから流しました。あら、どうして入った。みんな先に入りましたよ。そして、ネクタカーチェーンの上に落ちましたよ。大丈夫ですか。これ痛いですよ。はい、はい、さあ、これこれは痛いですね。これチェーンデスマッチの醍醐味ですね。あ、はい、相当痛いですね。痛いですか。たまらず超ドエースケですよ。はい、さあ、さあ、お気をつけください。お気をつけください。危ないですか。危ないですよ。はい、おっと、ちょっと危ない。さあ、もう一個トーブル、すごい。これ、チェがあるからちょっと打ちにくそうですよ。もっと左右で、こっちは右で、はい、おっと、さあ、逃げるのか。さあ、岡田大門選手、ちょっと、さあ、おっと、これは何を出すか、何を出すか。さあ、何を取り出すんでしょうか。何を取り出すか。さあ、椅子だ。椅子ですよ。あっと、椅子攻撃ですよ。さあ、立たせて。さあ、立たせて。おっと、うわあ、痛い。痛いですね。これは痛い。受けたくない。受けたくないですね。さあ、おっと、優しい、優しい、優しい。あ、ついに、ちょっと、ちょっと優しい、優しいです。顔ですからね。はい、はい。さあ、さあ、やっぱ外でのボディスタンス、相当いいですね。痛いですね。はい、コンクリートの上ですからね。いくらデスマッチといっても、きついですね。さあ、レフェリーの。はい、レフェリーの高嶋大門選手、はい。マイクを、マイクスマイクを持ってきましたね。はい。さあ、今度は岡田大門選手が椅子を使ってますが、ちょっとここから見えにくいですね。そうですね、見えにくいですね。さあ、椅子に叩きつけて、叩きつけて、椅子に叩きつけて、はい、そしてリング上に戻しますね。ちょい結構邪魔そうですね。邪魔そうですね。さあ、ここはおっと、おっと、リングに椅子を作って、はい、さあ、何をするか、何をするか、あっと、髪を作ったからの、うまいですね。うまいですね。さあ、毛が違うんですね。両手を完全に、はい、椅子に打ちてられましたね。はい、そうですね。なぜか岡田大門にダメージを受けてどうしたんでしょう。どうしたんですか。チェーン倒れてるチェーンが当たったんですかね。当たったんですかね。痛いですからね。さあ、ここをスタートチャンスでしたね、今は。今、見逃さませんでしたね。見逃さませんでしたね。さあ、さあ、これはもう一回ネクタカー。またチェーンの落ちるんですかね。さあ、ここは肩上げですか。肩上げですか。はい、ちょっと落ちちゃうんですね。そうですね。ロープレークありません。ありません。ということで意味がない、言えないんですよね、これ。はい、はい、さあ、これ決めに来てないんですか。そうですね。はい、受け取ることしかできないですからね。そうですね。関節って結構きっかけ決まったんですね。そう、さあ、落として、あと、ロープを使って。さあ、何をするでしょうか。何をするですか。倒して。倒して。シャイニングキレイに届きましたよ、はい。さあ、おっと、どうしたと。どうした。おっと、あと、金的。金的、金的。自分もされた金的。痛いですよ。痛いですよね。痛いですよね。本当に痛いですよ。さあ、痛いですね。これは痛い。さあ、さあ、自分の足にチェーンを巻きつけて、巻きつけて、巻きつけて、ボーカル。痛いですね、これ。痛いですね。潰れますよ。さあ、潰れてしまうでしょうか。潰れてしまいますよ。わーっと、これ、股間持ってますよ。うわー、ブレーバスター、ブレーバスターですね。股間持ったままのブレーバスター、相当痛いですよね。両方痛いですよ。ただ、チェーンが絡まってて、すごい邪魔そうですけど。邪魔そうですね。さあ、ナックルということで、ナックルして、フォーマーに触れるんですよ。チェーンが邪魔って、邪魔ですよ。短すぎて。チェーンが、自分で隠してるんですよ。おっと、これは、逆になってるんじゃないか。自分で隠してるんですよ。あ、
お互い来てますよ。さあ、これは両者、はい、単独、はい、はい、
ダンプパントが。ちょっと早いですね。そうですね。早いですね。めっちゃ早いですね。20秒。20秒。この10秒は10ですね。10ですね。おダウンは10ですね。はい。ダウンは10番です。今ブランですね。15分受けた。長いですね、結構。振り返った。さあ。そして。さあ。おっ、角度で。もう一つのあとさあ最後の貯蔵機さあこれが、ね、そうですね、はい、でさっきの大会はちょっと薄いから大丈夫ですね、ちょっとさっきよりはマシだと思うんですけどね、よし、終盤ですね。さあエゴエゴエゴということで、第2試合目は両者、両者系を。